CMOS センサーなどの機器と接続する画像キャプチャーボードとパソコン用の画出しソフトウェアで構成されるイメージセンサーの検査・開発支援装置 SVI-06 のご紹介です。 SVI-06 を使って動作確認をするために準備するものはこちらです。まずはパソコン、そして SVI-06、 接続基板、カメラモジュール、そして USB3.0 ケーブル、 AC アダプターです。 SVI-06 事前設定です。カメラモジュールと SVI-06 を接続、 VDDL、VDDH ボリュームでカメラモジュールとの電圧レベルを設定します。今回は 2.8V 前後に調整。パソコンと SVI-06 を接続した上で AC アダプターを接続、 SVI-06 の電源スイッチを入れます。カメラ出力設定、 SVI-06 付属のコントロールソフトを起動し、あらかじめ用意しておいた VGA 設定ファイルを送信します。SVI-06 ボードの ACC LED の点灯、 VSYNC LED の点滅後、出力を開始します。モニター用ソフトウェアの使用方法です。まずモニター用ソフト SVI モニターを起動、オプションメニューで画像のタイプを設定します。画像表示ボタンをクリックして画像表示を開始します。ステータスバーには画像サイズや表示フレームレート、カメラフレームレートが表示されます。最後は画像の保存です。コマンドメニュー、レコーディング&ビューを指定して保存します。ビューアーソフトが起動し、保存した画像が表示されます。保存後は画像波形も表示、画像と波形を見ながらデバッグすることが可能です。簡単操作で多種多様なカメラモジュール、CMOS センサーのテスト、評価が可能となります。詳しくはマニュアルを見ながらご使用ください。